さあ H の迷宮を乗り越えて戦闘争いはこいつらだ。よー、一人で戦闘は寂しかったろ。お仲間さんは残念だったわね。可愛い荷車が壊れちゃったみたいで。なんだこれ、ブレッジたちがここに敵取って。よせ凛太郎。でも翼くん、わかんねえか。んなもん俺たちが取らなくてもあいつらは自分でけじめをつけるさ。何を言っているの。今頃あの子たちは遥か後方よ。だから何だってんだ。あいつらの目は死んじゃいねえ。んなこともわからねえ時点でてめえらの勝ちなんじゃねえんだよ。車輪を壊した程度で私たちを止めることはできませんわ。ゴールドシップさん、カゴだけ担ぎ上げて進みましょう。ガッテン、ちょいと揺れるぜ団長。マックイーンたちなら大丈夫、優勝するって言ってたしね。だから僕たちは精一杯みんなを応援しよう。そうですよね、ここから声を届けましょう。頑張れーマックイーンさん。レンジャー魂を見せろー、シルバー団長。このまま進んでも逆転は難しいですわ。何か方法を考えなければ。コルシさん、こうなったらあれしかありません。はあ、やるしかねえか。一か八かの大博打。説明は後で、とにかく私の後に続け。これお前らも。槍は槍屋じゃねえってことは証明してみせやがれ。了解しました。飛んでる、飛んでますわ。エデッサさんにこんな力が。おっしゃー、そのままゴールにぶっ飛べ。言われなくても走り切ってみせます。日本一の馬娘になる。トゥインクルシリーズで勝ってお母ちゃんたちに誇ってもらうんです。どうかしら、私はただ走りたいから走っているだけだもの。全然だって勝つのは僕だもん。華麗なる勝利こそ目白家に生まれた者の使命、必ず果たしてみせますわ。だがな、馬娘ってのはレース屋なんだ、馬娘はワンね。わかるか。赤ちゃん槍には眩しすぎて最初は目を背けた。でもこんな私もキラキラ輝ける。皆さんがそれを教えてくれた。私の理由はありませんけど、あなたたちには光ってほしい。だからコールしてみせる。チームテイオー逆走です。コースをどんどん戻っている。ちょっとゴールはあっちですわよ。赤ちゃんが初めて立ったので全く制御できません。いや、アンユは上手、飛んだだけ上出来ってもんだら。ですかね、私からゴルシさんに空を飛ぼうと提案した時は浮かびもしませんでしたし。ドヤ顔で言ってきたのにな、ありゃひでえドブドブ詐欺だったぜ。だからこの土壇場まで黙っていたんですのね。今は飛べています、赤ちゃんは育つので。飛んでいるだけですわ、ゴールに向かわなくては。なんだそりゃ、次元爆弾の作動スイッチか。全然違います、尻尾ブラシですわ、ソシエさんからいただいた。
スは尻尾を整えれば。あ、軌道がまっすぐに。あなたは出力を全開にしてください。私が舵を取りますわ。よっしゃ、飛行が安定してきたね。さあレースは終盤。先頭の選手たちは全ての障害を越え最終直線へと入っていきます。この先にはまだ挑戦者の知恵をもてあそぶ英知の迷宮と獰猛な魔獣の巣窟、他にも関門が。じゃなくてノモン全スキップだ。スピードとパワーでぶち抜くぞ俺。まさか障害を無視して突っ込む気ですの？筋肉痛がすごそうですが、やるしかありませんね。迷宮の壁をぶち抜きやがった。こりゃ本当にいけるぞ。頑張ってください。あともう一息ですよ。そのまま先頭まで。ヒーローになれ。あと少し。いけ。さあ先頭ではガーゴイルとレッドウィングの一騎打ちだ。しかしガーゴイルの方がわずかにリードか。威勢は良かったけれど残念だったわね。やれやれ、残念なのはてめえの方だぜ。このでけえ気配が感じられねえとはな。あっと、ここでチーム天陽が来た。ほうきではない、槍に乗っているぞ。まさか本当に。しつこい。たまらず魔法で迎撃するが全く当たりません。なんなのというかルール違反でしょ。ほうきでなくても空を飛ぶ乗り物なんて。何言ってやがる。こいつは私の呼び出した使い魔だ。そのガーゴイルと同じだぜ。どうも使い魔のエデソです。えっ、喋ってる。さてプレゼントってのは三倍返しがモテの秘訣だぜ。これガーちゃんを直接蹴って。ゴルシちゃんのマジックキックだ。実質魔法だからセーフ。へっ、この時を待ってたぜ。最後の勝負望むところですわ。ゴール前で競り合うのはチーム天陽とレッドウィング。両者一歩も譲らない。果たして勝つのはどっちなんだ。これは直線一騎。怒涛の追い込みで勝ったのはチーム天陽。チーム天陽。